さて、本日もこちらやっていきましょう、ポケットモンスター。前回動画上げて、初めて、登録者数が100人ぴったりになりました。まあね、正直こういった実況動画上げ始めた理由ってのも、放火事件です。京都アニメーションの。あれで、正直あれで、京都アニメーションを応援するという気持ちを込めて、ラキスタ応答祭のアフレコ実況を始めたのが、一番最初です。まあ、その他にも、まあ漫画のセリフを自分なりに言うとこうなるであろうっていう風な感じでセリフ演じたのをいくつか挙げてはいましたけれども、正直挙げ始めたのは本当にその放火事件があってからですね。それまでは本当に2分や3分、そんなレベルの声を出すっていうぐらいでした。俺たちは大事な仕事をしてるんだ、子供はお家へ帰りな、下っ端素直に混乱したら下げる方を選ぼう。これ巻きつかれると溶けるまで攻撃もできませんからね。まあ大体なかなかやるな。わざマシン01。なんだわざマシン01って。メガトンパンチ。誰が使える一室武器。
世帯ズバッと。ちなみに今ポケモンの金もやってるんですけれども、金をやっていて最後のジムリーダー、マサルじゃなくて関東地方に行く前の最後のジムリーダーのドラゴン相手の分で思い切り詰まってます。まあ正直30代のレベルでいってますから、まあレベル不足っていうのが、おっとパラスが出てきた。急所に当たってそのレベルか。結構ダメージ受けたから。まだここの中で化石をかけたバトルもしなきゃなんないんで。しかしまあ本当に自分のようなただただゲームアフレコ実況するだけのような人に対して、横もまあ100人の人が登録してくださりありがとうございます。3と5でやっぱ3ダメージの方がまだ楽。とりあえず次は花田ジムですから、花田に強いピカチュウと、プッシーをレベル上げするために出てくる敵を幾分か倒しておかないと。ジムリーダー、最後のジムリーダー戦で積むなんてこともあるんで。出されたらもう次のモンスターに交代。マックスアップ、このマックスアップって1ポイントの方だったっていうか。